俺、対馬。ツーさんはおもちゃが好きだね。うん、好き。覚えてる？最初は警戒してなかなか遊んでくれなかったよね。そうだっけ？そうだよ。特におさむさんのビビり方が半端なかったっけ。逃げ回っちゃっておもちゃなんて生まれて初めて見たもんね。そういえばそうだった。そんなおさむさんも今じゃ確実に一発で急所を攻撃して仕留められるようにまで成長して、おじいちゃん嬉しいよ。うんうん。俺、おじいちゃんのそういうとこ尊敬してる。